皆さん、こんにちは。メディカルリデュース合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ、本日のテーマなんですが、ディズニーで働くためのナースキャストの転職とはについてお話しさせていただきます。まあ、皆さん、ディズニーランド大好きですかね？っていうか、本日ですね、もうメリークリスマスということで、実は言うとですね、私、先日ですね、ディズニーランドですね。行ってきてしまいました。もうディズニーランドは、まあ、もういくら年取ってもですね、大好きですね。ものすごく楽しいですし、コロナで3年間ずっと行けなくて、で、ツリーもやっと見えてですね、いろんな乗り物に乗ってきました。で、本日はですね、まあ、一応これ看護師さんの転職向けのチャンネルとなってますので、ナースキャスト、まあ、看護師さんのナースキャストの転職とはどういうものなのかについてお伝えいたします。またですね、ちょっと補足といたしまして、ちょっとディズニーランドのここが変わってですね、ちょっと戸惑ったっていう少し情報もありますので、もしよければですね、そちらもご覧になってですね、ナースキャストを選んでる方、転職したいと思っている方は最後までご覧ください。本日の目次なのですが、まず1番目に、ディズニーランドに行って変わったことですね。まあ、ディズニーランド久々に行ってですね、ものすごく変わったことがあったので、それも情報としてお伝えします。で、2番目にですね、じゃあナースキャストの仕事内容はどういう仕事なのかっていうことについてお伝えします。で、3番目にですね、じゃあナースキャストの年収とかボーナスは、まあ、ここも気になるところだと思うので、最後お伝えいたします。で、まず初めですね、まあ、私の個人的な情報といたしまして、そのディズニーランドに行って変わったことですね。まあ、ディズニーランドは毎年1年に1回、まあ、クリスマスに行くっていう感じで行ってるのですが、まあ、コロナで行けなかった部分もありますし、少しですね、変わった部分もあります。で、どういうところが変わったかというとですね、まずですね、ディズニーランドチケット買うとき、こういう資格いなんかスイカみたいなチケットをですね、こうやってゲットしますよね。それで今まで入ってたのですが、今回ですね、これが、チケットがですね、なんとですね、アプリで入るっていうことになりました。ですのでですね、まあ、チケット買った方はわかるかもしれませんが、チケット買ってですね、この QR コードが出てきて、まあ、アプリを登録してくださいっていうことになります。ですのでですね、行く前にですね、必ずそのアプリを登録するようなことをしていただいて、用意をして、こうやって入場するっていうことになります。ですのでですね、入場しようとしたときにですね、どうやって入るのか、ものすごく自分戸惑って、まあ、キャストの方にですね、一応教わったんですけど、で、まあ、初めてチケットでなんか電車の切符みたいにスッて入って中に入るっていうイメージだったのですが、アプリですね、この画面になかなかならずにですね、一回タップして、一応この画面が出てですね、入れるような形になるので、それでですね、ちょっと私的には戸惑いましたね。まあ、40代のおじさんは基本的にこういうことだと戸惑う部分もあるんですが、まあ、20代の人たちは、まあ、これは当たり前、まあ、何回も言ってる人ですら当たり前っていうかもしれませんが、やはりですね、急になんかやり方が変わってですね、不安になったりする場合があって、ちょっと後ろの人を待たせてしまったっていう部分もあります。で、ここでですね、まあ、どういう乗り物に乗ってきたのかっていうとですね、まあ、基本的にどうでもいい情報といえばどうでもいい情報なんですが、まずはじめにですね、この美女と野獣ですね。で、この美女と野獣、なんかものすごく人気で、なんで人気なのかよく分かってないんですけど、で、会場がですね、9時で開くって言われてますが、まあ、いろんな皆さん YouTube で情報を撮ってると思うんですが、本日8時15分で入れるようになったんですね。で、ですのでですね、8時15分に入ってですね、いきなりですね、美女と野獣に行くって友達に言われまして、で、いきなりですね、もう140分、そこでずっと立ってですね、待ってですね、美女と野獣ってどんな乗り物かよく分かってなかったんで、なんかコーヒーカップに大勢の人に乗って、なんか乗るやつでぐる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 回るやつなんですが、その後ですね、
このベイマックスのこの乗り物に乗ってですね、もうこれも皆さんノリノリで、で、これもですね、終わった後50分待ってですね、ぐる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 回って、で、次にですね、ビッグサンダーマウンテンですね。これもですね、基本的にそんなものすごい、なんか怖いジェットコースターじゃないんで、ちょうどいいぐらいのジェットコースターなのですが、これもですね、35分待ちですぐ乗れるようになりました。で、また、その後ですね、なんか、ショーを待ってて、何か乗るものないかなと思って、その後ですね、このコーヒーカップで、なんとなんか10分待ちだったんで、まあ、すぐ乗れるだろうと思って、すぐ乗ってですね、ぐる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 、真ん中のところ回しまくってですね、頭がクラクラして目回って、やばいなって思いながら乗ってました。で、最後ですね、この、プーさんのハニーハントですね。これも乗って、これも結構長いですね。45分待ち。結構ですね、そう言いながらですね、クリスマスの時期になるにもかかわらず、5つぐらい乗れて、最後なんかショーがあってですね、そのショーを夜7時ぐらいから見てですね、結構悪くなくて、30分ぐらいのショーでものすごく良かったです。この動画はですね、基本的に YouTube で上げたいんですが、この YouTube で上げるとちょっと、ここのチャンネルに上げるとおかしい部分になりますので、Facebook とか、私の Twitter とかですね、Instagram に、まあ、すべてちょっとその動画、まあ、ショーとかの動画をですね、上げようかと思ってますね。ちょっと気になる方はですね、ちょっと下の概要欄に貼ってありますので、一応それちょっとご覧になっていただきたいのですが、で、一番ショックだったのがですね、これですよ。お菓子ですよね。お菓子がもう1人3つまでと、制限3つまでっていうことで、で、基本的に、まあ、購入できたのかって言ったら、もう基本的に購入できませんでした。で、基本的にこのお菓子を買った後のこの箱がですね、可愛くてですね、思わず買ってしまうっていうことで、まあ、ディズニーで、お菓子買いたいっていう気持ちがあったんですが、で、購入できずにですね、やはりですね、これですね、なんか予約をしなきゃいけない形で、アプリで予約しなくてはいけないっていう、すべてですね、先に乗るための予約するのにですね、すべてアプリでやんなきゃいけないんですが、そこでですね、アプリでいろいろやってたんですが、基本的に多分人が多すぎてですね、ネットが繋がらなくなってしまって戸惑ったっていうことがあります。そうさせてですね、お菓子がものすごく買えなくてですね、かなりショックで、で、一応25日、今日までですね、そういう制限は今日までだと思うので、まあ明日から多分大丈夫だとは思うんですが、で、やはりですね、こうやはり制限かけられるとですね、ちょっとショックがあった、お菓子ゲットできなかったっていうのが、やはりお菓子イコールお土産になりますので、ちょっとですね、それがゲットできなかったところがですね、悔やみですね。で、次にですね、そのナースキャストの仕事内容はってことで、やはりですね、ナースキャストって言われてもですね、仕事内容はどういうものなのかっていう、やはり皆さん気になると思うんですが、まずはじめですね、ナースキャストの主な仕事はですね、応急処置や看護が主な仕事となります。ですのでですね、応急処置、まあ、ディズニーで言えばゲストということで、お客さんなんですが、お客様がですね、やはり怪我をしたり、まあ、夏の場合は熱中症で倒れた時にですね、応急処置を行う、そういう仕事がですね、主な仕事になります。じゃあ、ナースキャストって忙しいの？忙しさはどうなのかっていうことで、基本的にはですね、救護室でですね、待機することになりますので、要するに病棟の勤務のようにですね、ものすごい忙しいってことではありません。またですね、ナースキャストで働いてて、ディズニーのあるべきはあるのかって言えばですね、まあこれはもちろんあるのですが、まああるのですが、ディズニーのですね、グッズとかがやはり割引されますので、もうディズニー好きの看護師さんであればですね、ものすごく嬉しい部分がありますよね。
ここで宣伝を入れさせてもらいます。私は主にですね、病院のゴミ問題について活動しております。こちらの感染性医療廃棄物処理装置を主に販売しており、こちらの処理装置を導入した病院様は2年で6000万以上のコスト削減につながりました。また、炭素税対策としてですね、年間300万以上のコスト削減にもつながります。もしよければご検討の方よろしくお願いいたします。一般の看護師さんであればですね、看護師長さんや院長先生にこういうものがあるよって教えていただければ幸いです。次にですね、私の看護師さん向けの無料プレゼントをゲットといたしまして、電子書籍2冊無料レポート1冊プレゼントの方を行っております。こちらメルマガになるのですが、看護師さん向けのメルマガになりますので、もしよければご登録の方よろしくお願いいたします。また、LINE アットの方はですね、どちらかというと転職向けの LINE アットとなっており、こちらもですね、転職ガイドとですね、面接対策の質問書がプレゼントされます。どちらもですね、無料ですので、ご登録の方よろしくお願いいたします。で、次に最後ですね、ナースキャストのですね、年収とかボーナスがやはり気になる部分があると思うんですが、で、まずはじめにですね、ナースキャストには正社員ってなれるの？と。ディズニーランドの正社員になれるの？っていうことなんですが、これはですね、雇用形態自体ですね、正規雇用ではなく非正規雇用っていうことで、基本的にはですね、アルバイトのみになります。で、アルバイトのみでちょっと正社員になることはできません。じゃあ、ナースキャストのじゃあ給料とか時給はいくらなのかっていうと、時給はですね、1450円から2113円の間ですね。これはですね、時期によったりすると思うんですが、これでもですね、時給ものすごく高くて、私的にはいいなと思うんですけど、看護師さんの国家資格持ってる方でしたら、全然こんぐらいの給料はあっていいと思うんですけど、1日ですね、だいたい7.5時間ぐらい働いてですね、それを週5で働いたとしても手取りですね、年収220万円ほど手に入ることができます。でもですね、看護師さんとして働きながらアルバイトするっていうのはなかなか難しい部分もあると思いますし、もし結婚なさってですね、看護師さんの奥さんであれば、働きたいっていうんであればですね、いいと思うんですけど、どういう人におすすめかというとですね、求人はですね、やはりですね、看護師さんのみになります。で、お金はやはり目的ではなくですね、ディズニーが大好きすぎて、毎日このディズニーランドにいたいって思うぐらい大好きでですね、多くの人に夢を与える看護師さんであればですね、全然アルバイトとしてね、働いても全然いいと思います。で、ここでですね、やはり気になるところが、求人倍率なんですが、受かる確率ですね。それはですね、想像つかないぐらい、応募がいっぱいあって、なかなか受かるっていうのはちょっと難しい部分もありますが、でもですね、ディズニーランドがものすごく大好きで、アルバイトでもいいって思ってる看護師さんであればですね、全然受けてみてもいいと思います。で、ここでですね、ディズニーランドにそのアルバイトとして入りたいっていうことで、他の求人サイトで選んでですね、登録して、それで求人を探すってこともいいと思うんですが、それでもですね、やはり看護師の転職サイトを使ってですね、応募することもできます。で、これはでおすすめの転職サイトはですね、まず第3位がマイナビ看護師で、第2位がですね、看護のお仕事、ベバベル看護師ですね。で、第1位がですね、看護ルーとなります。その他でもですね、転職サイトをいろいろちょっと登録していただいてですね、ディズニーのナースキャストで働く求人ありますかって転職サイトの方に聞いていただいてですね、あるようであればですね、受けるようにしてみていただければいいと思います。これもですね、一応口コミサイトですね、転職サイトのサイトはですね、下の概要欄に貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。思わずですね、ちょっとディズニー情報も入れながら、看護師さんの転職の情報も入れながらですね、本日お伝えいたしました。で、私の YouTube チャンネルでは主にですね、看護師さんの悩みとか、転職の情報発信を主にしております。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。
Twitter の方はですね、基本的な看護技術のポイントは看護師さんあるあるなど配信しておりますので、もしよければフォローの方もよろしくお願いいたします。本日は以上です。